プロオゴラレイヤーっていう人知ってます？プロオゴラレイヤー知ってます皆さん。プロオゴラレイヤーっていう、どんなやつ？なんかね、人におごられるだけで生きてる人がいる。ほう、なるほどね。すごくない？その人ツイッターで今池袋飯おごれってつぶやいたらフォロワーが1万人ぐらいいるんだけど、そのフォロワーから、あ、じゃあ僕おごりますみたいなのがバーって来るのよ。そんな上から行くんだ。しかもそう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 。でその人 はなんていうの、なんかその自分がおごってくれたらその楽しい話とかをして、その得をするよっていう風に相手に思わせたり、その楽しい時間共有供給しますから、その分おごってくださいよ。そう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 。なるほどね、なるほどね。たまにその車 あげようかとか、家あげようかとかも来るらしいのよ。マジで？でも、え、なんでそんなことなるんですかって聞いたら、その聞いたら、そのなんかインタビューみたいなの見て、その市場でどれだけ価値があっても、その人にとって価値が0円だったらもらえるんですっていう。なんかかっこよくない？ちょっともう一回言って、どういうこと？市場でどれだけその価値があっても、その持ってる人の価値が0円のものだったらそれはもらえるもんなんですっていう。ちょっともう一回言って、どういうこと？いや、分からないですか？全く分かんないけど。だから車とかも、車とかなんでそんな高価なものもらえるのって思うでしょ？思うよ、思うよ、僕らはやっぱその高価なもんだと思ってるけど、ただその所有してる人がその車に対して0円だと思ってたらそれはもらえるんだって。なるほどね。そうそうそう。ちょっともう一回言って。何回も聞くんだよ。ぶち壊れてるじゃん、もう。その人の名言でやっぱ70億、やっぱそういうことやってたらアンチもめっちゃいるらしい。そりゃそうでしょ。だからその人の名言は70億人に嫌われても3人に好かれてれば生きていけるんですっていう。あー、すごいメンタルだな。すごくない？その人。で、その人しかも結婚もしてるからね。え、21歳で結婚もしてて。21なんですか？21歳で。はあ。で、月に予定は3つ以上入れないっていう。え、なんで？その人はだから、そのもし明日ブラジル一緒に行きましょうかって誘われて断る理由になっちゃうじゃないですか。フットワークを軽くするために。そう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 。もう3つしか入れないんだ。3つしか入れない。それはすごいな。すごくない？でインタビューされる時も、そのインタビューしたいんですけどどうですかって言った時に、あ、じゃあ今日でもいいですよみたいな。ですぐその日に。ああ、もうそこ大事ね。うん、それは大事だな、マジで。すごいよね。で、すごい今プロおごらレイヤーっていう、その独自のあれ作ってやってんのよ。なるほどね。